デプシペプチドは一つ以上のアミド結合がエステル結合に置換されたペプチドである。デプシペプチドはタンパク質フォールディングの動力学及び熱力学における水素結合ネットワークの重要性を検証するための研究でしばしば使用されてきた。デプシペプチドはまた自然界において天然物としても見出される。一つの例としては バンコマイシン体制バクテリアの細胞壁構築要素中に発見されたエルリス d ALAD、ラックモチーフがある。アミド結合がエステル結合に変異したことにより、バンコマイシンの活性の鍵である水素結合ネットワークが損なわれている。ロミデプシンの構造医薬品として、デプチペプチドは、二完成、ペプチド構造を持つ。 ヒストンでアセチラーゼ素外剤である NSC63176 も意味する。NSC63176 は藤沢薬品工業によってクローモバクテリアムバイオレイシームから発酵産物として初めて単理された。この化合物は FK-228 及びロミデプシンとしても知られている。 ロミデプシンはサイレンス化された遺伝子を再活性化すると考えられており、いくつかの癌に対する治療薬として臨床試験が行われている。1990年にロミデプシンが遺伝子発現において有用な役割を有していることが明らかになり、1996年には T 細胞リンパ種に対する臨床試験が行われた。 海洋放射菌から管理されたデプシュペプチドの一種で、ある、エタマイシンは、メチシリン体性黄色ブドウ球菌に対して、インビトロ及びマウスにおいて、強力な活性を示す。その他の天然、デプシュペプチドヒストン脱アセチル化酵素阻害剤としては、スピリコスタチン A がある。ありがとうございます。